もう暴れるぜこいつ、やめろ。はい、ということでハッピーレディ3姉妹見つけたから担当職人に聞くんだけどさ、はい、経験人数何人？じゃあ、何人だろう、何人だろう、うん、ぶっちゃけ、ぶっちゃけ、うん、わかんない、数えてない。多ければ多いほどいいからな正直視聴者のみんなもこの中で誰が一番多いかちょっと想像して予想してわかんないからね、これこれちょっと俺でもわかんないよ、うん、みんな可愛いし、みんななんかこの女の色気っていうかあざとい感じ出してるからね。男をこの手で転がすのうまそうだからね、3人とも、うん、いいですか？お願いします。3人本当？本当に3人、えー、ガチで3人で。こんな可愛い子お前世の中3人しかまだ経験してないぞお前、どうなってんだよ男、お前草食系もいい加減にしろよてめえら、マジで。いい加減にしろよマジで。オナニーで右手つってんぞマジで怖い。行きましょうか。4人です。よ、お前嘘つくね、お前嘘つくね、お前お前何人だよ正直に言えよ。20人くらい。20人お前全然違うこと言ってんじゃん。20人だって。20人くらいね。はい、じゃあ3人の中のこのリーダー的な可愛さを誇るセナです。セナちゃん、はい、いいね。待って、本当に分かんない。いいよ。え、30いないぐらいです。もうちょいいるだろいない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 。本当？いない。30人ぐらい、うん、20歳で20歳で30人ぐらいまあまあ多いからなありがとう。はい、じゃあちょっと3人あのノリがいいからね。ノリがいいし可愛いし、お前可愛いなマジで。ありがとう。お前さっきからそのなんかキラキラした目で見てくんねん集中できねえよお前撮影に。あれわらしべ長者もやってるんだよ実は。はじめお茶割りのゴミから始まってさ、いろいろ交換して、お前らが今一番欲しいもの俺持ってんだよ。なに、なに、なあ、これだよ。わあ。やばいっすか。うん、今日お前らが一番欲しいもの俺持ってるから、これとなんか交換してくんねえかな。あ、ネックレスが欲しい。みんなお揃いのネックレスを。みんなお揃いのネックレス、はい、はい、お、あ、やったじゃあこのセーラームーンがつけてるネックレスゲットしたよあとお揃い。じゃあ一番 0.01 が欲しかった今日セフレと会うからどうぞめっちゃ喜んでんじゃん。じゃあありがとう。はい、ということで俺さっき3人やりまん3人からもらったセーラームーンのネックレスとこの手帳交換するから、うん、これで今日ド M 俺がとことんいじめちゃうよ。はい、マジでとことんいっちゃうから。はい、おい、おざす、おい、誰捕まえちゃおっかな。俺はね、応援してくれる人とかファンのことはすごい好きなんだけど、ちょっとこのままじゃね、企画が進まないっていうことで一回人気のところ避けて、これからちょっと仲間が待ってるバーのところに行くよ。関西から来てるラッパーがちょっと待ってるからさ、同級生で尊敬するラッパーだね、近くのバーにいるっていうことでちょっとこれから行くよ。ギャングスタライブ、ギャングスタライブ、ギャングスタライブ、
ちょっと軽く紹介させてもらうわ。とりあえず日本一のサーファー、おつぼうぼうぼう、高めです。経験人数も3000人くらい。メニーメニー、おつ、サトル並み。それからタカちゃん、同級生、みんな同級生、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 ギャンストライフ。説明いらねえよな、もうな。説明省くぞ。それから俺のあの、これからのあのお嫁さん、将来のお嫁さん、日本語ラップと切っても切り離せないあのアキラさんだよ。わかるだろお前ら。わかんねえよ。すごいな最近な。ありがとうございます。地元の友達です。そうそうそう。嫁を知った。どんなですか。で、俺が寝かされたの、あの嫁のお母さんのベッド。最初にでも声かけられた時、Hey sexy lady。これしたらもう仕事なんかしてらんないよ。悪いけど。悪いけど、もう企画なんてクソくらいでやってんねん。今日は何の企画だ。セックスチャレンジ。スケボー以上にやばい。喧嘩バトルロイヤルはもうサトルぶっちぎりったもんな。まあぶっちぎり。2回戦とか2秒ぐらいで勝ってよ。そう。バンさんやっぱ強い。強いよ。あの人も格闘技やった。45歳だからね。それがすごい。やばいっしょ、45歳で。でもやっぱバンさんすげえおもろい。すごいっしょ。あの、もうあのユーゴさんと試合決まった時とか、俺はもうなんかもう笑ってたもんな。おもろすぎる。エンターテイナー入ってない。ジャムラ。出た時にいろいろ。いやここに座って、あの初めて知ったんだけど、スカート履いてます。クリーって感じで。アキラ姉さん。俺がスカートだわ。そんなこと言えたの。スカートお召しになってます。いいですね。レザーの。サトルベイビー。企画？お前うるせえやん。企画のせかしが入ってる。うるせえやんお前。熱っ熱っ。お前このメンバー見ろよな。見てみろよこれ。おいこのメンバーと飲んでよ。お前クソみたいに企画とかよ、仕事とかよ、生ぬるいこと言ってんじゃねえよ。明日やるよ明日。とりあえず乾杯。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 あれだろ、どうせお前明日暇なんだろな。明日やってるよ。明日起きたらタトゥー掘り行って、ミュージックビデオ撮って、夜暇だから、で明日夜ハロウィンだから、そん時でいいだろ。なあ、でも寝ねえで仕事しろよ、金になるから俺はよ。悪い男だね。頼むよ、ほんとに。悪い男だよ。明日の夜はウィリさんっしょ。明日はライブです。ハロウィン、ハロウィンライブっすよ。